お出かけ準備をしました。必需品で持ち歩いてズバリ牛タンです。漢方茶を作りに行きたいなと思ってます。どうですか、人前でこう何かを表現することが大好きで。こんにちは、エンティムの K です。はい、今日は、仕事が今終わって、少しここで休憩していました。基本は朝ヨーグルトとあのフルーツが多くて、あと大好きなコーヒーと一緒にいつも朝を迎えています。わー、降ってますね。雨の日は好きではなかったんですけど、サミダレという曲を僕たちがあのシングルリリースしたんですけど、その曲をきっかけにこう雨でいろんな表現ができるなと思って、でなんかそこからこうイメージを膨らませて振り付けを作ったりもしたので、雨が少しだけ好きになりました。基本は外にあまり出ないですかね。韓国にいる時はそれこそ、ペダルって言って配達でご飯をたくさんそこで頼んでお家で食べるっていう習慣があるので、基本的にはお家でできることをしてます。前から漢方が好き で少し興味があったんですけど、なかなか時間の都合上こう自分に合った漢方とか漢方茶を作るっていう機会がなかなかなかったので、この機会に作ってみたいなっていう思いで漢方茶を作りに行きたいなと思ってます。もともと体にいいことをすることはすごく好きなんですけど、テレビでこう漢方茶に合って毎日飲み始めてから元気になって明るくなったとか、もっと言うと美容的に肌ツヤが良くなったりとか、そういうことを聞いてすごい興味が湧いて調べて飲み始めました。3日に1度ぐらいなんですけど、毎日同じものっていうよりはその時のコンディションによって変えて飲んでいます。やっとオーダーメイド漢方茶作れるんで楽しみです。はい、そうですね、結構移動が多いので僕たちもバスルームにあるので、よかったら一緒に行きますか。はい、こちらに用意しました。こんな感じです。もう本当にいつも使ってるものなんですけど、ご紹介します。まずは化粧水、乳液もそうですね。なるべく肌に負担がないものを使用しています。アルコールだとか他のこう肌にこうダメージが少ないものを使っています。ヘアケアは結構、もちろんヘアのメイクもそうなんですけど、急にこうコンセプト上色を変えたりとかっていうこともたくさんあるので、その都度自分でもヘアのケアをたくさんしています。これはよく使うムースで振って泡状で出てくるんですけど、これをやった後にヘアオイルを塗っていつも乾かしています。はい、ブラシはいつも持っています。でなんかいつも使い慣れているものを持っていっているんですけど、よかったらおすすめのブラシ教えてください。いつも僕はこれ使ってます。あと最後に、もう撮影の時もパフォーマンスする時もいつも持っていっているマッサージボールです。これ本当にちっちゃいんですけど、もういろんなところに当ててこうゴリゴリしたりとか足の裏をほぐしたりとかしていて、いつも僕のパフォーマンスの向上に役立つアイテムとして、必需品で持ち歩いてます。なるべく肌触りがいいもので過ごすようにしています。結構オンオフの切り替えのために着替えを僕よくしていて、変わり目として体温じゃないですけど、体温を下げるためにこう涼しい服を着てなるべくラフな格好をしています。ストレッチ素材なので楽ですし、なんか普段着もそれに近いんですけど、
なるべくオフの時はリラックスできるような服装、すぐに寝れるような服装で、います。そろそろ時間なので服選びましょうか。そろそろ。黒でも基本好きなので、こういうのも可愛いのかな。割とラインがこう見えたりする服が好きなので、あーでもちょっとこれで着て漢方を作ったらちょっとびっくりしちゃいますかね、お店の人。これ可愛いじゃないですか。どうですか、アウター着る時もここ短いのが結構好きなので、最近は。なので衣装を着る時も結構それに合わせていただいたりとかもしてます。下もデニムでセットアップで、なんかちょっとカジュアルだけど少しなんだろう、ドレッシーな感じもちょっとあってもいいのかなって。お出かけするためにちょっと着替えてきます。着替えてきました。デニムのセットアップに、アクセサリーを加えてお出かけ準備をしました。ポイントはそうですね、このデニムジャケットのポイントに合わせてベルトも垂らして、こう普通のデニムのセットアップだけじゃない、こう遊びも入れてみました。こんなところに僕の私物がありますね。これがそれこそ移動とか滞在先の話があったんですけど、枕カバーも必須で、持って行っています。なるべく睡眠時間を確保したいんですけど、なかなかそうはいかないので、睡眠の質を上げるためになるべく普段と同じような睡眠を取れるように、いつも使っている枕カバーを使っています。そしてこれは僕がいつも持ち歩いているアイテムがお香です。まあ、こうやって箱にケースに入れて、持ち運んでいます。絶対に食べるものはズバリ牛タンです。ハンクにずっと住んでた時期があって3年近くで、帰ってきた時にこんなに美味しいんだと思って、こうなんか向こうとはまた違う美味しさがあって食べるようにしてます。渋谷のダンススクールに一時期、通っていたんですけど、今 K-POP で活躍してる友達とかと一緒にそこでダンスを習っていて、本当にその時ダンスしかしてなかったので、こう渋谷を車で通る時はいつも思い出します。アーティストだからっていうよりは本当にこの音楽が大好きで、人前でこう何かを表現することが大好きで、それをこうダンスというジャンルでこう伝えることも大好きなので、好きなことが趣味になって趣味が仕事になっている状態なので、特に気にしていることはないんですけど、インプットの時間を絶対に作ることはしていますね。まあ、例えばこのお香の、例えばこうやって落ちるのもダンスで多分表現できると思いますし、なんかそういうのを見たり感じたり聞いたりする時間って本当に大事だと思うので、この何気ない時間も全部こうクリエイティブに何かを想像するっていうのは常日頃意識しています。ありがとうございます。ランクインしたっていうことはファンの方から教えていただきました。僕がまさかずっと見ていた国宝級イケメンランキングにランクインするなんて思ってもなかったので、とても光栄ですね。もっといろんな方に知っていただけるようにこれからも頑張ろうと思います。今絶賛投票期間中ということなので、ぜひ皆さんの清き一票よろしくお願いします。そろそろ僕がやりたかった漢方も予約の時間なので、すぐ行っちゃいましょう。またね、バイバイ。漢方のお店に来ました。龍眼、これ危ない匂いします。あ、結
構暑いです。これが美肌への一歩か。